東万城遺跡東万城は、午後十六国時代末期の夏が四百十三年から四百二十七年まで、首都とした都市である。現在の先制省、ニレハヤシシ、安市偏見に存在した。夏の創建者である赤レンボツボツは四百七年六月に、後心から自立して、夏を建国し、五神や南領を攻めて、勢力を拡大した。 この勢力拡大を背景にして413年に五湖や漢族10万人を動員して社円水上流北岸の地に東万城を築城した。東万城はオルドス砂漠南縁路上に築かれて、老東方面への進出やオルドス支配の中心の要少の地として重要視された。赤レンボツボツはここを規定にして、漢中や老東進出に利用し、五神が 刀身の劉優により滅ぼされ、劉優が江南に帰国すると、長安を守っていた、劉優のこの劉義真を破って、長安を占領している。この際に、軍神から勧められて皇帝に即位した赤レン、没々であったが、戦都に関しては、長安は、歴代皇帝の図書であるが、刀身に対してはよく司法が塞がれた妖害の地で、あるが、当万から、 わずか数百里しか離れておらず、長安に千としたら、東満が北儀に攻められて守れない。長陳が、東満にいれば北儀は、黄河を渡って攻めてくることはないと述べて、受け入れなかったという。ちなみに、東満の名の由来は、夏を中心にして、南の朝、宗門、東の招き高し門、西の伏領門、北の平作門を平らげて、 中国全土を統一して万国に君臨するという赤レンボツボツの一気込みを表したものである。夏は425年8月に赤レンボツボツが死去すると急速に衰退し、426年10月には北儀の大部帝の攻撃を受け始めた。当初は赤レンボツボツのこの赤レンマサが当満で不正だが、427年6月に、 大イブミ率いる3万の北義軍により陥落し、夏は東万城を失って上に逃れた。東万城は北義の都の平城への通過地点だったため、東西交流において徴用な地位を保った。北義は当初東万城を軍鎮とし、この地域を軍政支配下に置いた。487年、高踏み定は民政遺憾して、ここを夏州の地所とした。 北義の後も、正義、北州、隋、唐と夏州城として受け継がれた。しかし、北宋の時代、単偶都族の聖火が勢力を伸ばすと、宋はこの地を放棄した。そして、聖火がモンゴル帝国に滅ぼされて以後、夏州城は完全に放棄され、砂に渦もれることになった。唐万城の遺構は、現在、城壁が残っており白っぽくなっている。 また赤レン没々は、東万城を建築するにあたって、剣道を胸とし、土と粘土と石灰を混ぜて作った城壁に水を刺して、硬さを調べ、水が一寸でも刺されば、孔人を殺して死体を埋め込んだと伝わり、現在でもそのために、遺構の一部が城壁として残り、城全体が白く、地元では、白木湖と呼ばれ、その村も、白木湖村と言われている。 2010年撮影の当満場のパノラマ、ありがとうございます。